孟子、孟子、孟子、紀元前372年。紀元前289年は、中国戦国時代の儒学者。生は姫、死はもう、意味縄か、自は死よ。亜生とも称される。孟子の子は、先生という意味。孔子の教えを受け継ぎ儒教では、孔子に次いで重要な人物であり、そのため儒教は、別名、孔孟の教えとも呼ばれる。 あるいはその原稿をまとめた書、孟子、孟子、生前説を主張し、人義による王道政治を目指した。孟子は、数国、現在の三等省、最年市数城市の人で、その母が孟子を育てた時の話が有名である。最初は、どっちの近くに住んでいたが、やがて孟子が、葬式の真似事を始めたので母は家を移した。移ったところは、市場の近くで、 やがて申子が商人の真似事を始めたので母は再び家を移した。次に移ったところは学問所の近くで、やがて申子が学問を志すようになったので母はやっと安心したという。この話は、孟母参戦として知られ、史実ではないとされているが、子供の育成に対する環境の影響に関してよく引き合いに出され、通常市には孟母参戦祠らが建てられている。 孟子の母は、他にも、孟母断機の故事で知られている。孟子が学業を途中で辞めて、家に帰ってきた時、母はちょうど気を折っていたが、その折り物を刀で切断し、お前が学問を途中で辞めるのは私、折り物を断ち切るのと同じことだと言っていさめた。孟子は再び勉学に励んだ。以上の話は、漢代の、反歌外伝巻9や、列女伝巻一に見える伝説である。 母の元を離れて、孔子の孫の獅子の門人の下で学んだ。獅子に直接学んだという説もあるが、年代に整合性があっていない。彼は、自分のことを、王の師匠であり、品格である、と考えていたので、遊歴するときには、数十台の車と数百人の従者を従えていた。諸侯と同等である、というプライドを持っていたのである。かつて義の慶応が、 真夜生に奪われた土地を回復する方法を申しに質問したとき申しは人者無敵を説いた。それは国土は小さくても人生を施せば誰にも負けないということである。人生とは刑罰を簡単にして税を軽くし丁寧に工作して若者には皇帝中心の道徳教育を行うことである。そのような人生を受けた民は戦いでも勇敢で 人生のない国の民は主君に協力せず背いたりもする。ゆえに人者無敵である。というのである。論語に載せられている孔子の弟子のありこの言葉とされているものに、というのがある。コートは親に対する愛情、弟とは兄に対する尊敬のことである。という言葉が、孟子、理論編にある。これは孔子の説いた人志を拡大した。 孟子の得人義のことを示している。孟子は自分のことを孔子の正当な継承者だと自負していた。その後、慶王が死んでその子の女王が即位すると、孟子はこの女王を、と評していたため、失望して、生に行った。生では、千王が即位していた。ここでも孟子は、国史扱いを望み、好きに論争するだけで給料のもらえる機微化の学習と、 同等にされたくない、というプライドがあった。と、申し、一万明らにある、門番から夜景に至るまで、改定職があって、給料をもらっているのに、定職もないのに給料をもらうのは、人生に対して真面目な態度とは言えない、と主張した。なので、千王に呼び出されて散大することを拒否して、千王自ら来てほしいと要請して、自分が、 王宮に行くのは何か進言したいことができた時だけということにした。孟子は自分のことをところ不詳の心、目さざるところの心と思っていた。と孟子は述べている。漢中は漢公を補佐して、春秋の覇者にした人物である。漢公は漢中のことを決して呼びつけにしなかった。そして、漢中すら、と述べていることで、孟子は自分を漢中や陰の等を補佐して、 当にも呼びつけにされなかった、これまさ以上の人物であると確信していた。とある日、先王が孟子に向い、院の神であった武王が仕君である院の中王を撃って、衆を打ち立てたことについて、質問した。すると、孟子は、と答えた。これの意味は、人死を失った者は賊であり、義を失った者は残であり、仁義を失った者は君主である資格がなく、残俗。 つまり、ただの男である。ただの男の中を殺したとは言えても、君主である王を殺したとは言えない。ということである。要するに、これほど、君主の位は、軽い、と言いたいのである。また、千王が、今日の態度を質問したとき、孟子は、王室と関係がある奇跡の今日と、王室と関係のない異性の今日では、王に対する態度も違う、と言った。まず、 奇跡の今日は、と説いた。つまり、君主が道理から外れていることをしていれば、還元をするが、聞き入れられなければ、追放して別の君主に変える。ということである。奇跡の今日は、君主と地が繋がっているので、君主が人儀にかなわない場合には、放っておけないので王族の中から人儀にかなうものを選ぶ必要がある。これを聞いて、千王は驚いて、 顔色を変えたが、孟子は角のマスラウであり、自分の発言に王が、どんなに顔色を変えても堂々としていた。自分の思想を全く疑わずに解くのである。次に、異性の今日は、と解いた。つまり、君主が道理から外れていることをしていれば、還元をするが、聞き入れられなければ、その君主の下を去っていく。ということである。異性の今日は、 君主と地が繋がっていないので、君主が仁義にかなわない場合には、放っておいてその君主の下を離れる。戦国時代の君臣関係は極めて自由であり、自分の出身地に使えないことは、もちろん、数国に使えることもある。この際も、君主の配立など考えずに気に入った国に仕官する、といったことを元にして発言している。しかし、 申しが生に仕えてから七八年か経つと、仙王は病気を理由に孟子の家に使者を派遣して、あなたと話したいことがありますが、運悪く風邪のためそちらに行けません。いかがですかあなたの方から来てはいただけないでしょうかと伝えて呼び出そうとした。しかし、孟子も病気という口実で拒否した。たった今、三大しようとしていたのに、 手病を使って拒否した。目指ざるところの心である孟子は、このような事情でも行くわけにはいかない。翌日、東、各市に不幸なことがあったので、家まで行って弔問することにした。それに対して、弟子の高村中が、昨日、病気を理由に三代を断ったのに、今日改めて外出するのはいかがなるものでしょうか。およしなさい。と出かけないことを進めたが、孟子は、 昨日は病気だったが、今日は治った。行かなければ。と言って行ってしまった。そのようなことで、自分の行動を制限されることを、申子は、よしとしない。ところが、申子が出かけている間、仙王が病気見舞いの死者と医師を派遣してきたので、家で留守番をしていた弟子のもう中は慌てて、先ほど少し調子が良くなりまして、三代に参りました、とその場を取り繕った。そして、 帽子の通りそうな場所に死者を派遣して、どうかご帰宅せずに、そのまま三大してください、と伝えた。それを聞いた帽子は、帰宅も三大もしないで友人の経営牛の家に泊まった。経営牛は汚命に従わなかった帽子を非難した。これによって、帽子と千王の関係がしっくり来なくなった。帽子はこの事件によって、生を立ち去る気持ちを固めた。その後、 とうとう孟子は生を去ることにした。それを聞いた、千王は、急いで、孟子の家まで出向き、また会えるでしょうか、と聞いた。それに対して孟子は、と答えた、また会いたいと、こちらからは望みませんが、王とお会いするのは、私としても嫌ではありません。それで、千王はまだ希望がある、と思った。数百人ものき微かの各種を抱えている、千王にしても、 孟子のその激しい理想主義には辟役するが、現実的な政策で役に立ちそうではないとしても、この優れた人物を他国に持っていかれることも、残念だと思った。そこで、孟子の弟子の陳氏を通じて、都心の大邸宅を与え、門弟養成のために一万章の法力を支給し、大臣をはじめ帝臣たちに、毛氏を尊敬させるようにする。と伝えた。 章は穀物を測る単位で約50リットルだと言われている。当時の一万章は通説によれば日本の江戸時代の六高で1500国足らずだという。しかし、申しにはこれが少額だったと見え、と断った。これはもし私の力で国を起こしたければ十万章の放録を約束するべきです。私はそれを辞退して一万章を受けましょう。これでは、 私のことを、不器を願っている、とは言えないはずです。という意味である、と申しは言った。昔、市では、物々交換によって、お互いの納得する交易を行って、生活に必要なものを手に入れる場所でした。ところが、癒しい欲張りがいて、廊団、切り立ったような高い位置に登って、左右を回したのです。普通は地面に、自分の売り物を並べて交換するのですが、 高所から見ると、良いものを売っている人を、いち早く発見できます。そのような連中は、生活に必要なものを仕入れに来たのではなく、営利を上げるために来ているのです。なんといやらしいことかと人々がこれを非難し、政府もこれに、進む、税のことをかけることにしたです。という意味だ。つまり、孟子は、自分はこんな怪しい欲張りではない、と言いたいのだ。 利益を漏断するという要望はここから来ている。そして、帽子はいよいよ、歳を去る旅に出た。その折、帽子は昼という場所に3日も泊まった。一度、仙王の申し出を、きっぱりと断っておきながら、まるで、千王の使いが来るのを待つかのようにゆっくり進むことが、帽子の評判を下げたようであった。 生の因子という人物は帽子に憧れており、自分のことをマスラオだと自負していた。だからこそ、昼に三日も投流した、という話を聞いて、大きく失望した。俺は帽子を見損なった。面白くもない。と因子は言った。その話を、弟子の高子から聞いた帽子は、因子というものは、俺を理解できていないのだ。と言った。そして、と言った。 三日で昼を出たのは早すぎるくらいだ。もしも、千王が、あの後思い直して、死者を送ってくれば、私は、喜んで引き返す。すると、生の民は豊かになる。もしも、あの御死者が来なくても、私は、千王を捨てない。それを考えると、王の死者が来るのが待ち遠しい。という意味である。それを聞いた医師は、と嘆いた、その名の通り。 人間は生まれながらにして善であるという思想、性善説である。当時、僕家の国師は人の性には善もなく、不善もなく、そのため、文王や武王のような名君が現れると民は善を好むようになり、友王や霊王のような暗君が現れると民は乱暴を好むようになると時、き、またある人は、性が善である人もいれば不善である人もいると説いていた。 これに対して申しは、人の性の善なるは、なお水の下、引く木につくがごとし、国史障害状と述べ、人の性は善であり、どのような成人も小人もその性は一様であると主張した。また、性が善でありながら、人が時として、不善を行うことについては、この善なる性が、大仏によって失われてしまうかだとした。そのため申しは、大人、大,人大徳の人の意図は、 その赤子の心を失わざる者なり、理論将句か、学問の道は、たなし、その方針、方針してしまった心を求むるのみ、古証句上、とも述べている。その後、純子は昭和る説を唱えたが、孟子の生前説は、儒教主流派の中心概念となって、多くの儒者に受け継がれた。孟子の対立思想として、純子の昭和る説が挙げられる。しかし、 申しは、人間の本性として、四端があると述べただけであって、それを努力して伸ばさない限り人間は、金獣、金獣、獣の異同然の存在だという。決して人間は放っておいても、人し、義、礼、里氏の徳を身につけるとは言っておらず、そのためが苦悶をして努力する君子は、金獣同然の人民を指導する資格があると、う主しとなる。一方、純子は、 人間の本性とは欲望的存在であるが、学問や礼儀という、偽、こしらえ者、人為の意を肯定的に身につけることによって、公共前に向かうことができると主張する。すなわち、両者とも努力して学問することを通じて人間が良き、徳を身につけると得点では、実は同じなのである。すなわち、人間の持つ可能性への信頼が根底にある。両者の違いは、 申しが、人間の主体的な努力によって社会全体まで統治できるという楽観的な人間中心主義に終始したのに対して、淳子は君主がまず社会に制度を制定して型を作らなければ人間白ならないという社会システム重視の考えに立ったところにある。前者は後世に朱子学のような主観中心主義への道を開き、後者は淳子の弟子たちによってそのまま、 放火思想となっていった。孟子は人の性が善であることを説き、続けて人し、儀、礼里しの徳を誰もが持っている四つの心に根拠づけた。その徳ところによれば、人間には誰でも、死端が存在する。四端とは、四つの端所という意味で、それは、即因、他者を見ていたたまれなく、思う心、衆を、不正やを憎む心、自譲る。 譲った減り下る心、ぜひ、正しいことと間違っていることを判断する能力と定義される。この四端を努力して拡充することによって、それぞれが、人とし、ぎ、礼、さとしという人間の四つの徳に到達するというので、ある。だから人間は、学んで努力することによって、自分の中にある四端をどんどん伸ばすべきなのであり、また伸ばすだけで成人のような偉大な人物にさえなれる。 可能性があると主張する。孔子は人志を説いたが、孟子はこれを発展させて、仁義を説いた。人志とは、ただ広、真心と思いやりであり、義とは世なり、中庸というように、義とは事物に適切であることを言う。孟子は、古今の君主を王者と覇者とに、そして聖堂を王道と覇道とに弁別し、前者が後者よりも優れていると説いた。 孟子によれば、覇者とは武力によって仮物の人生を行うものであり、そのため大国の武力がなければ、覇者となって人民や他国を服従させることはできない。対して、王者とは、徳によって本当の人生を行うものであり、そのため小国であっても人民や他国はその徳を慕って振幅するようになる。ゆえに孟子は、覇者を全否定はしないものの、五派は三王。 夏の右往と陰の東欧と周の文王、または武王の在任なり、今の諸侯は五派の在任なり、今の大部は今の諸侯の在任なり、国主職かと述べて五人の発射や当時軍有拡挙、していた諸侯たちを痛烈に批判し、今日、春夜三王の戦王の道、王道を行うべきだと主張したのである。申しは、領土や軍事力の拡大ではなく、 人民の心を得ることによって天下を取ればよいと説いた。王道によって、自国の人民だけでなく、他国の人民からも王者と仰がれるようになれば、諸侯もこれを略することはできないという。両の慶応から利益によって国を強くする方法について問われると、孟子は、君主は利益でなく、仁義によって国を治めるべきであり。 そうすれば小国であっても大国に負けることはないと、説いた。孟子によれば、天下を得るためには民を得ればよく、民を得るためにはその心を得ればよい。では、民の心を得るための方法は何かといえば、それは、民の欲しがるものを集めてやり、民の嫌がるものを押し付けないことである。民は、安心した暮らしを求め、人を殺したり殺されたりすることを嫌うため、もし王者が人生を行えば、 天下の民は誰も敵対しようとせず、それどころか自分の父母のように仰ぎ慕うようになるという。故に孟子は、人者的なし、両家王将苦情と言い,い、また、天下に敵なき者は、天理、天の使いなり。さ、核のごとくにして王たらざる者は、未だこれあらざるなり、高孫中将苦情と言ったのである。孟子によれば、わずか百里四方の小国の君主でも、 天下の王者となることができる。覇者の自責について、生の専王から問われたときも、孟子は、君主は波動でなく、王道を行うべきであり、そうすれば、天下の役人は皆王の朝廷に使いたがり、農夫は皆王の天野を耕したがり、商人は皆王の市場で商売したがり、旅人は皆王の領内を通行したがり、自国の君主を憎む者は皆王のもとへ、訴えたがるだろう。 そうなれば誰も王を止めることはできないと答えている。もちろん農夫からは農業税、商人からは商業税、旅人からは通行税を得て国は豊かになり、また人民も生活が保障されて初めて皇帝中心を教え込むことができるようになる。孟子の民本思想はその経済思想とも密接に関連しており、孟子が唱えた医学生も このような文脈で捉えられるべきだろう。しかし、これは当時としては、非常に急進的な主張であり、当時の君主たちに、孟子の思想が受け入れられない原因となった。孟子は、民を、尊しとなし、社職これに次、君を、カルシとなす、人心消か、つまり、政治にとって人民が最も大切で、次に、社職、国家の祭人が来て、君主などは、 軽いと明言している。あくまで人民あっての君主であり、君主あっての人民ではないという。これは晩年で死に語った言葉であると考えられているが、各国君主との問答でも、君を彼氏となすとは言わないまでも、人民を重視する姿勢は申しに一貫している。絶対の権力者であるはずの君主の地位を、社会の一機能を果たす相対的な位置づけで考える。このような言説は、 自分たちの地位を守りたい君主の耳に心よいはずがなかったのである。孟子自身は革命という言葉を用いていないものの、その天命説は明らかに後の革命説の原型をなしている。孟子によれば、春は天下を天から与えられて天使となったのであり、行から与えられたのではない。天下を与えられるのは天だけであり、たとえ、 行のような天使であっても天命に逆らって天下、折り取りすることはできない。では、その天の意思、天命は、どのように示されるのかといえば、それは直接にではなく、民の意思を通して示される。民がある人物を天使と認め、その知性に満足するかどうかによって天命は、判断されるのである。また、の王が、夏の血王を追放し、周の武王が、 陰の中央を聖伐したことも、進化による君主への侵略には当たらないとした。なぜならば、いくら血中が天使の位にあったとはいえ、人義のない残族に、すでに天命はなく、ただの民と同じだからである。このように、孟子の天命説は武力による君主の討伐さえも容認するものであった。しかしながら、孟子は革命の主張者であっても革命家ではなかった。 その天命説も法罰を先導するのではなく、むしろ規制するためのものであったと言えるだろう。天使の位は、かつては、代々賢者から賢者へと、禅上されていたが、右が放ずると賢者の液でなくその固形が位を継ぎ、以後今日まで世襲が続いている。これは、右の時代になって徳が衰えたからなのではないか、という弟子の一万章の問いに対し、孟子は、明確にこれを否定している。 孟子によれば、蔵を賢者が継ぐ過去が継ぐかはすべて天命によるもで、あり、両者に優劣の差はない。孟子は、孔子のことを引いて、当恐れは、前、譲り、過去を、因、周は、継ぐも、その義は一なり、一万明ら正九条と述べている。そのため、蔵を世襲しながら、天によって廃されてしまうのは、必ず血中のような、残俗だけだとされる。 申しが言う、たけしの法伐を正当化したのは、あくまでそれが、天命によってなされたからであり、もし天命によっていなければ、つまり、君主が、婦人不義でなければ、ただの三奪となる。中央室の力が衰え、各地で君主が、進化に国を乗っ取られる乱世にあって、申しはその下国上に、道徳性を求めたと見るべきだろう。このことは、 ルソーの社会契約論と告示している以下は中国語番ウィキペディアからの引用。孟子は儒家の最も主要な代表的人物の一人である。しかし、孟子の地位は壮大以前にはあまり高くなかった。中東時代に関与が言動を表して孟子を戦国時代の儒家の中で唯一孔子の同等を受け継いだという評価を開始し、こうして孟子の 昇格運動が現れた。以降孟子と、その著作の地位は、次第に上昇していった。北宋時代、新宗の記念四年、1071年、孟子の書は初めて科挙の試験科目の中に入れられた。元宝六年、1083年、孟子は初めて政府から、数国公の地位を追贈され、翌年孔子病に、孔子の脇に平地して祀られることが許された。 この後、孟子は、十家の教典に昇格し、南宋時代の手記はまた、孟子の語義を注釈し、大学、中央と並んで、四書と位置づけ、さらにその実際的な地位を、五教の上に置いた。現代のイタリ順が年、1330年、孟子は加えて、亜生公に封じられ、以後、亜生と称されるようになり、その地位は孔子に次ぐとされたのである。 孟子の出身地である山東省数常市の南港には、孟子を採取する孟病が建てられている。別名を亜生病ともいい、南北に長い長方形で五神の門を持ち、電羽は六十四回り、敷地面積は四万平方メートルを超える。聖殿を亜生殿と言い,い、現存のものは、真の高記念館に地震で傾いた後に再建されたもので、七回り、高さ十七メートル。 幅27メートル、奥行き20メートルある。極府の穴病、降臨、甲府の拡大として2008年3月に、ユネスコの世界遺産の暫定リストに入れられている。また、孟子は、朝鮮の士族の新章孟子の子祖とされる。書としてのし、孟子、孟子、孟子は、上述の通り儒教聖典の四書の一つである。孟子が一生を行った遊説や論争、弟子たちとの問答、 および五六の修正である。署名は、孟子と区別するため、盲字と発音し、人名は、孟子と発音するのが、日本での習慣であったが、近年は、署名の場合でも、孟子と発音することが多い。孟子の中を書いた五感の長期は、孟子は、孟子の引退後に、彼が、弟子の高村中、一万明ららと共に問答を集め、また、 規則の言葉を選んで編集したと記載している。竹内義雄は、孟子自然説に反対し、孟子の門弟、またはサイデンの弟子くらいの手記を集めて編纂されたものとする。の七編よりなる、儒教倫理説の根本協議の一つとされ、社会秩序の維持のため守るべき五つの徳として、有名な五輪の道は、当文庫を上編に記載されており、生前説の根拠たるべき、 道徳学説として知られる四端説は、高孫中上編に記されている。なお、論語は孔子が登場しない章も含まれていて、孔子本人と弟子たちの原稿録となっているが、孟子は全章に孟子本人が登場する。日本にも孟子は持ち込まれたが、液性革命の概念が受け入れられず、あまり留布しなかったと言われている。これは、 移り変わっていく中国の政権と異なり、日本の皇室は政治体制の変動にもかかわらず、形式だけで無頂点にあり続けたために、矛盾が発生してしまうためであると考えられる。また、明行道を科学とした公家の清原氏では、液性革命の部分の抗議は行わない例があったと、されている。俗に、帽子を乗せた船は、日本に着く前に沈没するとも言われていたと伝わる。 申し白菜戦福出奇説。民の社長生、社長説の豪族み、ご雑祖には、大和やつ、日本人のことも、また儒章を文んじる、法を信ず。およそ中国の継書は、皆や値をもって、これを、こう、あがなう。一人申しなしという。その証形、携えて行くものあれば、船長、すなわち福出奇す。これまた一記事なりとあり、それを参考にした。 上田明成の、う月物語で採用に語らせたセリフ、八百よろずの神の憎ませたて、神風を起こして船を覆したまうと聞くの記述とも関係があると考えれる。しかし、歌天皇の官兵三年、八百九十一年に、藤原佑ヨの表した、日本国見在所目録にはすでに、申し長期中十四巻などがあったと記録されている。 おそらく上記の伝説は危険に満ちた後悔者の意府の念から出てきたものと思われる。そもそも、孟子が中国において儒教の教典としての地位が認められた時代、北宋後期南宋前期には、剣唐史がすでに廃止されて、日中間の学術的交流は大幅に縮小されており、日本における儒教は、剣唐史廃止以前の東大儒教の延長線上にあった。そのため、 日本の大学寮明行堂の教科書には、帽子は含まれておらず、鎌倉時代以前の日本では、帽子はほとんど知られていなかった可能性は高い。儒教の教典としての、帽子の伝来は、鎌倉時代に、総額の一部としてのものであったと考えられている。鎌倉末期に、花園上皇が、皇太子和人親王、後の皇本天皇に宛てた、海太子書には、 孟子革命説が引用されており、つれ連れ草や太平記にも孟子の知識が垣間見られるなど、すでに支配層や知識人の間では、孟子は広く知られていた。なお、後醍醐天皇や足利義満が、孟子をはじめとする四章を講習していたことを、後醍醐天皇の倒幕計画や義満の行為、三奪計画と結びつける説が行われるが、鎌倉時代末期から、 南北朝時代を通じて、孟子を含めた四章を学ぶことは、天皇をはじめ公家社会の流行となっており、五代五天皇や義満も、その流行の中にあった。孟子に記された、生前説や人義説などは、総額の伝来因後早い段階より、日本の知識人の間で授与されており、孟子の一部分に過ぎない、液性革命と結びつけて、 そこから特定の意図を読み取れるものではないという主張もある。江戸時代には朱子学が漢学とされたことによって朱子学にて4書の1である。孟子は儒学研究家のみならず武士階級にとって必読の倫理書に格上げされた。孟子が日本人に爆発的に普及するようになったのは江戸時代からである。後世に朱子学批判に回った。 伊藤人才や小牛、空いらも、当然のごとく、孟子を熟読するところから、研究生活を始めのである。伊藤人才は、朱子学を批判して、論語、孟子の古い意味すなわち古儀を持って読むべきことを主張し、古儀学を提唱した。彼は、自己の学の入門的著作、同時門において、天下の理は、論語、孟子の二書に尽きている。さらに加える内容などないのである。 疑ってはいけない。と激称した。彼は、孟子の章、論語の意義に達するための追加が、新罰。私船であると評して、論語の解説書として、必ず熟読しなければならない、と説いた。一方、後進の受学者で人才の学説を批判した、お牛宗来は、著書、弁道において、思う、もう破壊人とそう、そう、不物なりと評した。 この語の意味は、死死及び、それを継いだ申しは、外人すなわち論的と争うための言葉を追やした者たちであるということである。両名が、どうか、僕か他の同時代の論客に対して論争したのは、諸子百科が、相並び立つ時代の要請でやむを得なかった。ソライは、論争して、孔子の後を守った点については、両名の功績を評価した。しかし、ソライは、 孔子の伝えた、戦王の道とは、霊学形成、すなわち単純に言い尽くすことができない、中国古代の伝統文化総体の継承を意味していたにもかかわらず、思う、もうの両名は、論争によって、理論を重視した結果として、戦王の道を単なる一学説である、受家者流に、必勝化させた、と断じた。自説を有勢と論争の場で、単純化、明確化した孟子は、 空来によって、後世の者に、孔子の伝えた、戦王の道を見誤らせるきっかけを作った一人として、批判された。幕末の詩、吉田昌陰もまた、孟子の愛読者であった。彼の、孟子講義書が、申毛作記である。この講義書には、孟子の言葉に応じて、長州藩と日本を憂い、また当時の西洋列強の侵略にいかに対すべきかを、思う友風が、 よく現れている。ただし松陰は孟子の展開する「液性革命論を」を日本の万世一系の国体に合わないとして否定した。なお、赤穂浪氏の一人、竹林隆重は孟子の子孫であると伝わる。豊臣秀吉の朝鮮出兵の際に明の従軍医であった毛二冠が日本に連行され、竹林氏を名乗ったものである。ちなみに、 江戸時代の川流に、猛母参戦を茶化した、お、かさんまたこすのかと申しいい、という句がある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。